フィアット・アバルト124ラリーフィアット・アバルト124ラリーは1972年にフィアットの傘下に入ったアバルトが開発し約1 0 0台生産された WRC ベース車両である DOHC1756cc エンジンはウェーバー 44IDF 型ツインキャブレターと高圧縮比で128馬力にチュされ後輪のサスペンションも独立喧嘩方式に 改められた。外観は、前後のバンパーが外されて、ラバー製オーバーライダーとなり、艶消し黒の FRP 製オーバーフェンダーと、アバルト製の13インチ CD30、マグネシウムホイールが装備された。また、ソフトトップの機構は廃されて、マットブラックの FRP 製のハードトップが追加され、フロントフード及びトランクリットも、同色の FRP 製に変えられている。 また、木製合板のメーターパネルは、アルミ板となり、後部座席を撤去して、ロールバーが装着され、トランク下のガソリンタンクは、トランク内に移設され、大型化された。エンジンは後に16バルブ化されるとともに、WRC 使用者は、最終的に210バリー機にまでチューンされ、球体化した、ランチやフルビア 1600HF に変わったストラトスが、 戦闘力をつけるまでの1973年から1975年シーズンフィアットワークスチームのラリーカーとして活躍した。ストラトス参戦後もストラトスにこそ勝利できなかったものの、たびたび上位入賞を果たし、後継のフィアットアバルト131ラリーに譲るまで活躍を続けた。ありがとうございます。